はい、どうも、バムです。あーちゃんはね、後から来ます。はい、これで今、私がどこにいるかというと、こちら。どこだっけ、何番だろうこれ。西の一番エリア、中央にいます。で、今、向かっているのが、こっち側だね。ここですね。ここ。ルシバッチ飛行ってところを今目指して進めています。もうすぐそばなんでね。はい。まあ、やっていこうかなと思います。はい。で、道中は、まあ、もうね、はい。わかってる。今までやってきてわかったんだけど、やっぱね、道中長くて間延びしちゃうから、主要な箇所は抑えつつ、まあ、特に何事もなければカットしていこうかなっていうふうに思ってます。よし！で、手持ちは特に前回から変わってないかな。道中ちょっと進めてレベルが上がったかな、くらいですね。はい。では、やっていきましょう！はい、今、探検してたんですけど、なんか、変な杭を見つけました。あ、ごめん、挨拶して。あ、あれです。もうちゃんと声張って、せーの、あーです。うぇね、なんかね、まがまがしいオーラを放ってるみたいな感じの、ほら、黒くてまがまがしい杭が埋まっている。うん、抜きますか。なんか順伝っぽいよね。ってことで抜きません。抜かないですね。そう、ああ。違う、これ色違いの波いるかな。色違いだった。はい、やったー。初色違いだ。何見るか。やったぜー。剣の前だって。お、なになになに、またあるよ。見て見て見て。ほら。なんだろうね、これね。また見つけちゃったよ。はい、行くぞ。はい、岩を越えていく。うわぁ。何判定でっかいのでは？うわぁ、うわぁ、やったぜ。ついたの、ついた、こいつエプロンしてるやつ。うわ、でけえ。エレキボール。強すぎなんだけど。ワンパンですか。主さん弱いですよ。不意に始まった主戦。あ、見て見て、なんか来てるよ。来た。人の話を聞かないやつ。ペッパー。縛っていくぞ。こいつも嫌だって。おー、なにー、わかんない。とりあえず、行くぜ。わかんない、テラスターにしたら格好になっちゃう。エレキボール、すごいな。ワンパンなんだけど、そんな遅いの、すごいさ。やったね、大会で。ちょこちょこ見切れんのもろいな、こいつな。
なんだよ、ペッパー。ペッパー、こいつ何かくまってんだろうね。さて、何があんのかな。またこれあれでしょ、サンドイッチ食うんでしょ、みんなで。なんかこのシーン前も見たぞ。ニガスパイス血行促進、血の巡りを良くする。あ、これ食いて。肩こりえぐいからね。あー、すいませんね。ペッパーは料理が好きだねー。何サンド？お、また出てきた。食いたいのか？あげる。食べな。水の中入れるようになった。やったふん。お、なんか秘密明かしてくれるよ。マフィティフ。マフィティフだって。今回犬ポケモン多いよね。あれかな、オラチフが一番若くて、次にこのマフィティフの系統が、そんなに、ちょっと欲しくった感じで、さあ、墓地っていうのがいるのよ。ゴーストタイプの犬。で、最後死んだ姿をするかもね。そういうストーリーかもよ。と、勝手に考察していく。ポケモンセンターは？そうなんだ。でもさ、未来ドンが波乗り覚えたじゃん。マフィティフも覚えるんじゃない？波乗り。エリアゼロにて食べれば、たちまち元気になる不思議な植物を発見し、秘伝スパイスと名付けた。へぇー。へぇー。なんかこう、ヨーゼフみたいだよ。裏がありました、うん、どうやら病気のねポケモンを抱えていたらしいとかは。フトゥーじゃん、フトゥー。やったー。
下ったら水あるんだよ。まさに波打ち際だね。よっ、ふぅー。お、すごいすごいすごい。いけたいけた。コタック泳いでちゃう。かわいいね。これコタックだね。壁に埋まってるわ。はい、ってことでね、今日は2つ目の主は倒しました。で、ピクニックおじさんとエンディングを迎えようと思います。今日はどうでしたか？いや、ピクニックが楽しかったな。最後くれよ、もう見てよ。いや、ピクニックがね、本当にね、あ、ヌメラが可愛いですね。ね、ヌメラちゃんね、こっち向いてね。あら、かわいいね。これ、僕のヌメラ。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようと思います。また会いましょう。さよなら。